本気です。アイスモードバキューンということで、今回は東京ユナイテッド FC ということで上位に来てますよね。強敵ですよね。 4-1 で負けました。前回はやられちゃいましたよ ね。ここはまあデータで見る限りアウェー全勝してますね、このチーム。アウェーに強い、アウェーに強いんだ。でもホームでははい弱い。あら、ホームで弱いんだ。そうですね、はい、4-5 敗、4敗ぐらいしてるんですけど、全部ホームで負けてますから、ね、ここのチーム。じゃあ今度ね、南葛にとってはチャンスですね。チャンスですね。特徴としては、やっぱり寄せが全てのポジションにおいて速いということですね、はい、あとはもうほんとゴール前、バイタルエリアでのワンタッチパスで切り崩していく速いサッカー、うん、そしてあの相澤選手のようなスイッチの入った縦パスをバンバン入れてくるという強敵なチームでございます。要注意選手、はい、フォワードの19番新関選手、得点ランキング3位4得点されておりますね、はい、そして27番山崎選手、ミッドフィルダー、こちらも3得点されております。この2人はもうずっと調子を崩さず今のところ来てますね、うん、一番重大な情報としましては、はい、皆さんご存知かもしれませんが、9番長倉選手が J2 に完全移籍。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。まあこの選手だってチーム得点3分の1は長倉選手取ってますよ。8得点1人で取ってまして、もちろん得点ランキング1位の選手が J2 に行くことで、はい、攻撃力の低下は否めないんじゃないかと思いますよ、はい、これをどう埋めてくるか、それをどう切り崩していくかが今回の見どころとなっております。南葛にとってメリットは何ですか？そうですね、まずはホームに弱いユナイテッド、はい、そして長倉選手がいなくなっちゃった。じゃあもう勝つチャンス十分ありますね。あるに決まっておりますがね、ガチコーンとやっておきたいところですね。ですよね。勝敗予想は1-0 1-0 で南葛勝ってほしいと思います。シマッチ。はい、勝つしかない。